コロナ禍によって外食が減り、家で食べる冷凍食品の需要が高まる中、高品質にこだわった松屋銀座史上初の冷凍食品売り場が誕生しました。この度オープンしたのは松屋銀座地下2階の生鮮売り場の一角。こちらにはハイクオリティな冷凍食品の数々が並んでいます。長い歴史がある松屋銀座として初となる冷凍食品専門売り場には、50以上のブランド、およそ350種類の食品が並びます。このような銀座の名店の味も冷凍惣菜として味わうことができるんです。1887年創業、銀座の最高級老舗洋食店三河屋のチキンソテーに、松阪牛の名を世に広めた精肉店銀座吉沢による最上級 A5 ランクの松阪牛ハンバーグも。美味しいです。ハンバーグふわふわですね。冷凍食品とは思えないクオリティですね。肉汁がじゅわっと溢れ出てきます。銀ブラ気分でおうち時間を豊かにしてくれる、なんとも贅沢な冷凍食品の数々。コロナ禍でテイクアウト需要が高まりを見せる中、現在家庭でも本格的な店の味を提供したいと、多くの企業やレストランが冷凍市場に参入しています。そしてその鍵となったのが冷凍技術の進化です。こちらは養殖業が盛んな熊本県天草産の島アジとマダイの刺身。空気による冷凍ではなく、マイナス30度のアルコールで急速冷凍することによって、水揚げ直後の味を損なうことなく、そのまま閉じ込められるといいます。プリップリです。身の味がとっても濃くって、旅行先とかお寿司屋さんで食べるようなお魚、お刺身ですね。松屋銀座は冷凍は味が落ちるというこれまでのイメージを覆し、冷凍だから美味しいという新たな価値観を広げたいと意気込んでいます。一品あるだけでお家のテーブルが華やかになるとか、おもてなしができるとか、楽しくなるような商品が提案できればなというふうには思っています。実は冷凍だからこそ美味しいとか、時間と空間を超えていつでもお召し上がりいただけるということで、ぜひお召し上がりいただければというふうに思っています。